これはいいぜ。パン、どこに行ったんだ？そろそろピッコロさんと修行の時間なのに。遅い。いつまで待たせる気だ。ピッコロさん、まだ時間には入っ、時計が壊れて。まったく気を抜きすぎだ。覚悟しろ。少し気を据えてやる。チェッ、なんだ。カット、なるほど、いい動きだ。かくれんぼをしていたらパンを見失っただと。はい、木を探っても何かに邪魔されて。確かに妙だな。何かが歪んでいる。直接探しに行くぞ。そこのお前も手伝ってくれ。僕からもお願いします。ベジータさん、ちょっと聞きたいことが。ご飯？ずいぶん懐かしい服だな。ピッコロも、なんだその色は。まあいい、せっかくだ。勘弁に付き合ってもらうぞ。そんな暇はない。そもそもこいつ本当にベジータなのか？おお、少しはやるじゃないか。おお、研究ばかりで腕がなまったと思っていたが、なかなかやるじゃないか。俺も本気を出すとするか。待ってくださいよ、ベジータさん。今は戦ってる場合じゃなくて、パンが。というか、その姿は一体。うわ、どうした？その程度で俺に勝てると思うのか？一体どうなってる？俺たちが知らない間に新たな力を手に入れたっていうことだ。面倒だな。野郎だ。よう、ベジータ。
面白そうなことやってるじゃねえか。俺も待ってくれよ。その声はお父さん。また厄介なのが出てきやがった。まったくベジータのやつといい、どうなってやろう。俺は他の場所を当たってみる。お前たち、あいつらの相手は任せて。戦ってくれねえのか。悪いが他を当たってくれ。今の俺は他にやることになる。なんだと、舐めやがって。僕もこうしちゃいられない。たりともどいてください。のやつ、随分強くなったみてえだな。でもまだだ。おめえの本気はこの程度じゃねえはずだ。ベジータ、俺たちのとっておき見せてやろうぜ。お断りだ。貴様とフュージョンするなどヘドが出るが、このまま負けるのはもっと尺だ。ご飯、光栄に思えよ。ああ、これが俺たちの全力だ。さあ、始めようぜ。リオさんたちの気はさらに大きく、とんでもない強さ。でも、負けていられない。僕たちは新しい力を手に入れたんです。この力で二人に勝って、僕はパンを探しに行くんだ。それがお前の本気か。面白くなってきやがった。待たせたな。あとは俺がやる。僕が押されている。聞いたぜ。いい攻撃だ。ただ俺には通じねえ。なるじゃねえか。楽しくなってきたぜ。今日はこれくらいにしておくか。楽しかったぜ、ご飯。なんとかしのげましたね。あなたの協力のおかげです。本当に。あれ、ピッコロさんから電話だ。パンが見つかった。よかった。なんだ、パンに何かあったのか。実は。バカ野郎。だったら俺と戦ってる場合か。だからずっとそう言ってたじゃないですか。
バカな、とんでもない力だ。